え、いつの間に？え、こんなのあんの今。マーチーゲーミング、皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、2023年ハッピーニューイヤーということで、ブルックヘブンに新しいアップデが来たぞと情報いただきました。ありがとうございます。なんかまずさ、花火が加わったとかで、この中になんか花火がね、あげれるらしいよ。これじゃね？ねえ、ちょっと待って、知らん間にこんなん増えたの？え、なにこれ。路上では使用できないって書いてある。え、じゃあどこで使用すんのこれ。あ、ねえ、え、いつの間に。え、こんなのあんの今。なんかちょっと待って、アップデを取り扱ってる割に無知なマーチって感じですけど、え、ムチムチマーチじゃん。こんなのあんの今。しかもさ、え、これなんか矢印出てるけど、え、よ、あ、ねえ、座るやん、セイハローやん、これどうした。え、怖すぎる。こんなんなんだ今。あ、だからこれを病院とか歯科医で使えってこと。だからこういうところにそのプロップス置けってことでしょ。この中にあるんでしょうよ、ゾンビ置けるってことでしょ。あ、キモい、すごいキモいんだが。こんなんなんの今。ブルックヘブンどうした、マジ。やだ、マーチー全然、ムチムチマーチーじゃん。やばい。そうなんだ。そうなんだね。これも？ねえ、なんか、え？よ。セイハロー。え、待った待った。セイハローやん。ちょっと、お元気ですかって。ひら、あ、ね、空なった。え？空なった。あ、消えた。え？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 面白い。まあまあ、とにかく。じゃあ、このプロップスの中に、なんかこのファイアワークスね。はいはいはい。じゃあ、これを出していくということで。マーチ、いろんな花火置いていきたいと思います。ワン、ツー、スリー。路上で使えねえの？どういうこと？じゃあ、どこで使うんだよ。路上で使えねえってどういうことだよ。歩道で使えってこと？え？あ、え、謎。あ、ねえ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 。すげえんだが。バンバン言うてる。すごい！めっちゃ置いてみる。すごいすごいすごい。大事故大事故。すごい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 。花火上がってった。終わっちゃった。終わっちゃったっつーの。今回は亀がいないので、マーチ一人でテンションぶち上げていかないと動画が成立しません。ちょっとした変なキャラになっていますが、ご了承ください。じゃあここでね、ちょっと見ていきますよ。11番、この一番下にさ、これやばくない？これせっかくなんで、新しく追加されたらしいウェンズデーの格好をしていきたいと思います。はい、というわけで今ですね、ブルックヘブンでウェンズデーになれるということで、すごく話題になっていますので、私もね、それっぽく今ちょっと変身してみましたけれども、まあまあいいんじゃないでしょうか。異論は認めないってことで、じゃあちょっとね、行ってみましょう。こちら潜水艦ですよ。これがね、今回の大きなアップデ内容だったと思うんですが、これ電気がつけれたりとか、前のロケットの時もそうだったけど、ものすごい作り込まれてます。で、ここに座るとなんかこうやって監視カメラみたいになってるらしいんだよね。こっち行きますと、このローンチって書いてあるんですけど、これミサイルが発射できますよってことなんだよね。で、押すとこうやって、これ発射されたのかな、こっちもなんかできるらしいんだよ。エマージェンシーがあるね。え、やばい。宿題やってたらエマージェンシーのなんかアラーム鳴り始めてる。うるさいんで止めますわ。止めるっつーのって。ビービー言ってんじゃないよって。で、ちょっと下行ってみますね。こういうところもめちゃくちゃ作り込まれてるよね。ね、これすごい、ご飯食べれる、もしかしてここで。ランチタイム。ランチタイム何食べようかな。あたいは今日はがっつりタコスでも食べようかなって。いただきます。あれ？食べれない。食べれない。座ってると食べる妹が見当たらない。で、ここもさ、これベッドでしょうよ。これね、寝れるじゃないの。すごい。お腹イダダダってなってるみたいになってる。寝るってこんなんだっけ？え、すごいね。あー、頭見えてる。頭見えてるよ。これ不思議だね。この頭頂部だけでなんとなくマーチってわかるね。食べたら寒い。知覚過敏が
きつすぎるってこと。まあこんな感じで潜水艦が増えましたよということなんだが、私は見逃していない。ここにさ、ディザスターパックがあるじゃないのってことで、ちょっとこちらのディザスターパックを使いまして、私ロールプレイをやってみたいと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは、私はウェズチ。今日は潜水艦に潜っていろいろな場所を潜水してまいりたいと思います。あ、やっほ、こんにちは、私の友達。こちらは私の友達の花子。どっか行っちゃった。彼女はね、私の友達なんだけど、あんまりね姿を見せないの、恥ずかしがり屋なんだって。だからさ、ほら、ちょっと待ちなさいよ花子って。私の友達、ちょっとやだわ、まあ恥ずかしがり屋なんだから。どこ行ったのよって。花子、かくれんぼはもう、私たちそういうね、ああいたわ、そういう年じゃないって言ってるじゃない。これが気になるの。これはね、私にもよくわかんないのよ。ちょっとね、緑のね、パワーみたいのも感じるわ。だけど私にはわからないの。花子、どこ行ったんだよって。私が一人で喋ってるみたいになってるじゃないのって。学校でそうやっていつも言われるんだから。あいつ花子に話しかけてるって言ってるけど、横に誰もいないって言われちゃってんだからね。頼んだよ。花子にも困ったもんだよ、本当に。もう、しょうがないんだから。あ、花子、家帰るの？いいわよ。じゃあ今日はそこまで送ってあげるから。いいの？あんたは本当にテレポーテーションがうまいわ。おかしいわね、今日はゾンビの友達呼んだんだけどいないわ。ゾンビのお友達どこに行ったのかしら。今日は12時に来いって言ったんだけどな。もしもし。あ、はいはいはい、あそこで道に倒れちゃったのね。ちょっと迎えに行くわ、ちょっと待ってて。もうしょうがねえやつらだわ本当に。花子、あんたはちょっとここで待ってなさい、私が一人で迎えに行くから。ゾンビのやつらにも困ったもんだわ本当に。あいつらは墓場が好きなんだから。まずは骸骨のお友達。なに、あんたゴミ箱出してる場合じゃないよって。え、これがプレゼント？あんたちょっと頭蓋骨叩き割っちゃうよ。こんなん欲しいわけないでしょ。生ゴミ入れるもんだから、ちょっとやめてちょうだいね。ちょっと私さ、ゾンビの友達んとこ行ってくるから、あんたは先に私の潜水艦の家に行きなさい。こんなところで花火散らかしてんじゃないよって。誰だよもう。いた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 わ。ねえ、もうこんなところで何してんの、あんたたち。私ん家来ないとって言ったじゃない。なんか動けないの？動けなくなっちゃったの？大丈夫？ゾンビってもう死んでるから死なないんじゃないの？大丈夫？大丈夫？え？なんか、あれ？ちょっと待って、墓場に私の名前が、なんで？なんで？体が勝手にダンスを、呪いにかかってしまった。ここには何だろう、呪いがかかっているようだ。こうしてウェンズチーは寝てしまったので、次の日朝ここから起きて学校に行ったんだそうな。はい、というわけで、あのアップでちょっとね見てみましたけれども、ブルックヘブンのアップでいかがだったでしょうか。ブルックヘブンはマジでなんかちょっと最近本気ですね。新しいアイテムが本当にいっぱいだし、街の中の様子も全然違うので、最近行ってないわっていう方はね、よかったら見てみてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。